はい、旅歌ダイアリー2、まず2が出る時点で僕本当びっくりしてるぐらいなんですけどぜひねここに注目してほしいっていうのがもう2点3点ありまして、ほうほうほう、まず一つはですね、やっぱりこうサッカーファンおなじみ香川真司選手も出てるっていうところがまずね、はいはいはい、皆さん見ていただきたいなっていうところがあるんですけども、まあ、あとは直さんの人間性の部分でですね、楽器一つボール一つでいろんなストーリーが生まれてる、そのような物語が、いろんな場所でね起きてますんで、ぜひ見てください。そしてなんといってもこのマダガスカルでの直さんのプレー、うんうん、多分ね僕でも多分抜かれるんじゃないかっていうようないやいやいやボールさばきテクニックがね、うん、ちょっとありますんで、お、うん、なるほどね、うん、そこだけを切り取るんじゃなくて、この前と後ろこの前後のところをですね、うん、見ていただいたらこの素晴らしさが、伝わるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですか、うん、マッキーサンキュー、ぜひ見てね。はい、ありがとうございます最高だよ、ありがとうございます。